さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。試合が終わっての率直な感想お願いします。楽しかったですね。なんか結構やっぱブラジルの方って目見りゃ分かるんですけど、あの子マジで純粋でめっちゃいい子で、まっすぐなラップだし普通にうまいっていうのがあったんで、なんかやっててちょっと大人げない部分出たというか、スイッチ入れざるを得なくなっちゃったというか、だからちょっとね、久々のバトルで久々に本気出ちゃったみたいな感じですね。かなりキレキレでしたね。なんかそうですね、試合前にインタビューで正社員っていうバカが、A さん負けるよ、100回、絶対勝てねえよみたいな、なんかすげえ、なんか自分が MC バトル全部分かってます感出してきて言ってた割に、ちょっとね本気出したら100万円振り込んでくれるって話だったんで、ちょっと入金楽しみだなって思ってます。だからね、その背景に100万のために頑張るイエスっていうのもあるんです。ありがとう吉田、ありがとう戦国ピースよ。なんかすごい見てて、はいはい、エースさんがすごいいい先輩というか、はい、なんかラッパーとしてこうプロって優先のシャミスに対して、うんうんうん、こうレクチャーしてるように見えてて、はい、しかも顔もちょっと似てるから、そうかな。なんかどうですか、エースさん見てて昔の自分を思い出したかしました。いや、なんか全く違うかな。どちらかというとちょっと昔の自分の弟ルイスとか、ピュアな方だと思う。僕ピュアじゃないんで曲がってるんで、まがまがしいところで育ってきてるんであれなんですけど、なんかちょっと彼の成長が楽しみになりましたね、本当に。今コーラの次に FSL でこれじゃないですか、うん、普通の大会とか出だしたら結構いろいろ荒らすんじゃないかなっていうか、やっぱお客さんもすごい彼人気あったし、本当なんか応援したいっていうか、はい、ベルさん応援したいと思った時と同じ気持ちになりましたね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にあのバトルを見てくれているファンの皆さんとか、はい、家族とか友達とかなんかメッセージあればお願いします。戦国の MC 吉田は嘘つきなんで皆さん気をつけてください。ロリコン、ホリエモンに似ている、根はいいやつですけど、LINE の文章の打ち方も分かってません。だからもし LINE で吉田から変な LINE だったり変なオファーが来たら怒らないであげてください。彼は根はいいやつなんです。それが僕が心から伝えたいメッセージです。ありがとうございました。